私の名前は香織、40歳の会社員。私は一度20代の頃に結婚で失敗している。当時はまだ精神的に若かったのか、見た目と肩書きだけに目を引かれ、性格の悪い男と結婚してしまった。その時の夫はというと、モラハラに浮気症2と最低な2枚看板。それなのに子供が産めない馬爪には用はないと言われ、不倫相手に子供ができたことがきっかけで先に別れ話を切り出された。もちろん慰謝料はそれなりの額を支払ってもらったのだが、なんで私が振られる形で、しかも侮辱までされなきゃいけないんだよと、当時はものすごく腹が立ったし、心に深い傷を負った。そんな時に出会ったのが今の夫であるひろきだ。夫は取引先に勤めていて、前から面識はあった。最初は全く恋愛感情は湧かなかったのだが、何人かでご飯や飲みに行くうちに、その人となりや考え方に惹かれ、私から告白。それから交際がスタートし、3年付き合った後、32歳の時に結婚した。夫との結婚生活はとても幸せだ。夫も私も働いているのだが、家事は分担していて、夫も料理や掃除をしてくれる。これは前の結婚の時には考えられないことだった。前の時は私の方が仕事から遅く帰ってきてるのに、なぜかせかされてご飯を作らなきゃいけなかったし、掃除や洗濯だって全て私の仕事だった。今の夫はとても料理がうまく、家事だってとても要領よくやってくれている。そして何より性格が良くて優しい。また言葉のセンスが良くて、一言一言が面白い。的確な例えツッコミなどをすることから、私はよく爆笑している。そんな夫との生活もあっという間に8年が経った。それでも相変わらず仲良く過ごしているのだが、一つだけうまくいっていないことがあった。それは子供ができないこと。私も夫もできれば子供は欲しいと思っていたのだが、別に焦ってはいなかったので、当時は自然にできるのを待とうかと話していた。だが8年もできないとなると、さすがに焦りは感じる。高齢出産はリスクがどんどん高くなるし、それにもしかしたらどちらかに問題があるのかもしれない。そこで私たちは不妊治療を始めることにした。夫も私も会社で何度も昇進試験を受けていて、それなりの役職についていた。だから金銭的には何の問題もない。不妊治療にはいろいろな段階があって、少しずつ費用も体の負担も上がっていく。それでも子供ができる最後のチャンスだと思い、私たちは不妊治療に励んでいた。そんな私たちの努力を嘲笑う人がいた。それは夫の妹である私の義妹だ。義妹には子供が3人もいる。しかし数年前に離婚し、現在は子供を連れて実家に戻っていた。そのため私たちが義実家を訪ねると、いつも義妹と顔を合わせることになる。あれ、香織さんもしかして妊娠しました？え、いやしてないけど。あ、ただのぽっこりお腹だったのね。私ったらやっとお姉さんが妊娠できたのかと思っちゃった。まあでももう年が年だし無理かもね。いやでも私たち別に諦めてないよ。いやいや、やっぱりこういうものにも適性というものがあるのよ。お姉さんは選ばれなかったということよ。義妹はこんな風に自分が子供を産んでいるという点だけでマウントを取ってくる。前に夫が言っていたのだが、義妹は学歴も低く、現在は子供の面倒を見なきゃということで無職。そのためいつも高学歴で高収入の女のことを目の敵にしていたという。
義妹と夫はあまり仲が良くなかった。というのも、夫はもともと勉強が好きで、家にこもるようなタイプで、とてもマイペースな人間。学生時代はクラスの中心にいるような存在ではなく、どちらかというと端の方で仲のいい数人といるような感じ。一方、義妹は昔は相当なギャルで、派手な友達とばかりつるんでいた。義妹は夫のことを陰キャのキモ兄だといつも罵っていたという。夫は大人なので適当に受け流していたらしい。中学や高校までは義妹はこの世は我が物なりといった感じでイケイケだったらしいが、夫が有名大学に進学し自分は高卒となったあたりから、義妹は性格が悪い方へさらにこじれていったという。そしてその後はフリーターとしてのらりくらりと生き、27歳の時に柄の悪い男との間に意図せずに子供ができ結婚したのだが、結局浮気されて離婚した。その間に3人も生まれたのは確かにすごいことだが、計画性がないとも言える。そして私たち夫婦が少し問題視しているのは、義両親が義妹に甘いということ。義妹は家でも好き勝手にやっているらしく、義両親はそれを黙認しているらしい。それどころか、私たち夫婦には子供がいないのだから少し援助して助けてほしいとお願いしてくる始末。最初こそ関係ないと私たちは断っていたのだが、義母から孫3人と娘、お父さん、私の大人3人が一緒に暮らすにはお父さんの収入だけじゃとても足りないと懇願され、結局支援することになった。私たち夫婦は経済的にも余裕があったし、こんなにもお願いされて見捨てるのは心が痛んだので、月20万円を毎月振り込んであげていた。そんな経緯があったからこそ、義妹が私に対してひどい態度を取るのを義両親が強く言えないでいるのは少し腹が立った。そしてある日、私はとんでもない事実を知ることになる。この日、義父が捻挫をしたということで様子を見に義実家へ行くことになっていた。その日は土曜日だったのだが、会社にいる部下から急に確認してほしいことがあるとして午前中だけ出社した。夫には先に義実家に行ってもらい、私は遅れて一人義実家へと向かった。その時、義実家の前で近所の人に出会った。あなたもしかしてこの家に嫁いできた人？え、ああ、はい、そうです。あなた、いくら血がつながっていない妹だからって、もう少し優しくしてあげられないの？え？どういうことでしょうか？突然のことで全く理解できていなかったのだが、私は近所の人に詳しく話を聞いた。近所の人曰く、私が義妹をいじめているというのだ。義妹は、お姉さんは自分が40代でバツイチで、しかも子供が産めないからって早くに子供を産んだ私をいじめてくる。いつもひどいことを言って罵倒してくるし、子供たちにも横柄な態度を取るから困っていると近所の人に言いふらしているらしい。私はものすごく腹が立った。こんなことを義妹は言いふらしているのかと。私は近所の人にそれは誤解だと説明し、なんなら義実家のために資金的援助をかなりしていることを伝えた。まあそうなの？いつもこの家の人たちは余裕がある感じなのはそういったからくりがあったのね。と驚いていた。え？余裕がある感じ？どういうことですか？そこで私は近所の人から驚くべき事実を知った。義実家に入った私は真っ先に義妹のもとへ。あなたどういうつもり？近所の人に私の悪評を流して。義妹は鼻で笑いながらこう答えた。へえ？私は本当のことしか近所の人に言ってないですよ。
40代のバツイチ不妊女なのは事実でしょ。私が言いたいのは、私があなたを罵倒したとか、子供に横柄な態度を取ったとか、そっちの間違いを訂正してってこと。はあ？別に間違いじゃないでしょ。だいたいあんたみたいな嫁の存在自体、私たちには迷惑なのよ。いるだけで子供にも悪影響なのよ。さすがに言葉が悪すぎる義妹に義両親が口を挟む。おい、そんなひどいことを言うな。そうよ、香織さんは別に迷惑なんてかけてないじゃない。しかし義妹は義両親の言葉など全く意味がなかった。うるさいな。私が嫌だって言ったんだから嫌なの。悪影響かどうか決めるのは私だから、お父さんたちは黙っててちょうだい。義妹に怒鳴られて黙り込む義両親。本当立場が弱いというか、甘やかしすぎだ。すると夫が立ち上がって義妹に近づき、思いっきり頬をひっぱたいた。いった、何するのよ。お前いい加減にしろよ。俺の大事な嫁を侮辱しやがって。シングルマザーとなって大変そうだからと思ったから、今まであまり口を出してこなかったが、ここまで調子に乗るんなら俺も黙ってないぞ。何よ、陰キャの肝人が一丁前に説教垂れてんじゃないわよ。はあ、説教なわけないだろ。お前なんか救いようのない、どうしようもないバカなんだからな。俺はお前のことは絶対に許さない。これは説教ではなく制裁だ。金輪際俺たちはこの家への援助を一切やめる。それとお前には嫁への名誉毀損として訴えるからな。なんでそうなるの。信じられない、実の妹にそんなことする。お前なんかもう妹でも何でもない。これからは赤の他人だ。この発言には義両親も慌て出した。そんな、ひろき、考え直しておくれ。そうだぞ、お前たちからの援助がなくなったら私たちの生活は。私たちは贅沢できなくなるってことですか。え、私さっきご近所さんに聞いたんですけど、随分羽振りのいい生活してるみたいですね。なんかしょっちゅう寿司の出前取ってたり、電車を使わずにいつもタクシー呼んで、デパートで相当な量の服やらバッグやらを買い漁ってきて、帰りもタクシー使って。お父さんなんてご近所さんを飲みに誘っては、いつも俺のおごりだって言って大盤振る舞いしているらしいですね。義両親たちの顔が青ざめていく。はあ、なんだよそれ。お前ら本当にふざけんなよ。俺たちを舐めるのもいい加減にしろ。もう二度とお前たちとは関わらない。家族として縁を切る。そして夫と私は立ち上がり、義実家を後にした。義両親はショックでうなだれ、義妹は悔しそうに拳を握りしめていた。その後私たちは宣言通りに義実家への仕送りをすべてストップさせた。あらかじめ義家族の連絡先は着信拒否に設定していたので、電話が来ることはない。それでもメールでしょっちゅう嘆きの声がたくさん届いた。義母からは私たちを見捨てる気か、義父からは恥ずかしくてもう飲みに行けない、義妹に至っては子供たちを見捨てる気か、この人手なしどもが、と送ってきていた。今回夫が私の代わりに言いたいことを言ってくれてスカッとしていたので、縁を切るだけでやめようと思っていたのだが、このメールを見てやっぱり名誉毀損で義妹を訴えることにした。そのことをメールで返信すると義妹は手のひら返し。義妹からは、ごめんなさい、怒らせる気はなかったの、ちょっとイライラしちゃって当たってしまっただけなの、と謝罪文が届いた。だが私はそれを無視し、弁護士を通して名誉毀損で訴え、慰謝料を請求した。その後は義実家のメールは迷惑メールに分類し、全く見なくて済むようにした。そして今回の出来事の直後にとても嬉しい出来事が。なんと諦めかけていた私たち夫婦のもとに
子供ができたのだ。私たちは大喜びし、これを機に新しく家を購入し引っ越した。もちろん新しい家のことは義実家には何にも教えていない。これで完全に義実家と縁を切ることができるし、さらに新しい家族を迎え入れることもできる。私たち夫婦は子供が生まれてくるのを心待ちにしながら、相変わらず夫婦仲良く楽しい日々を送っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。